ず1着目はこちらのシャツワンピです。色は茶色寄りの赤です。あとここ上にボタンがなくて、こういう少し開いた形のデザインになってるので、この下に、夏カスタネで購入したキャミを下に着てもう少し見えて可愛いかなって思います。で、あとは、こういう色合いのズボンも欲しいなと思ったので、このズボンも購入しました。生地はピロ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 こういう感じの生地になってます。なのでまずはこのね、シャツワンとズボンとキャミを合わせて着てみようと思います。次はこちらを購入しました。黒のシャツになります。で、こういうね、ここの首元が結構丸くなってて、この形のシャツがすごく好きで、持ってるシャツはこの形なんやけど、真ん中にこうボタンがあるタイプで、でもこれはここの真ん中より外れたここにボタンがあるから、それがなんか個性的で可愛いなと思って購入しました。じゃあ次はこの服を着てみたいと思います。着ます。はい、次の服はこちらです。ジャケットになります。ベージュ色を選択しました。これを今から着てみるけど、どれに合わせたらいいかな。さっきのこれやね。これよく見るよね、こういう格好。このキャミとジャケット合わせたコーデをよく見かけるので、ちょっとそれを今からやってみます。着替えます。このジャケットをなんか夏ぐらいに欲しかったんですよ、この半袖バージョンが。でもなかなかこう買う機会はなくて、ようやく今の季節にぴったりの長さのジャケットがゲットできてよかったなって思います。はい、あとは1点だけ購入したものがあって、こちらのズボンになります。これです。これは新品ではなく古着になります。古着なんで通常の値段よりも安くて1414円で購入しました。で、そのくすんだ色のグリーン系かな、これはグリーンやね、のズボンを購入して、ちょっともうこれは着ないけど、でもこれもすごい可愛い色合いやし形やし、買ってよかったなって思います。はい、それでは今日の動画は終わりになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。トコでした。ありがとうございました